ドイツ帝国海軍の最低イギリス海軍のアーチャーロシア海軍のガイダマーク水雷巡洋艦は水雷兵器を主兵装とする巡洋艦。小型のものは水雷砲艦と称されており、排水量で言えば水雷巡洋艦はおおむね1000トン前後、水雷砲艦は500トン前後であったが厳密な区別ではなかった。年代後半からは、 味方の主力艦を護衛して水雷艇を撃退することも重視されるようになり、水雷巡洋艦よりは水雷砲艦が主流になっていった。最終的には外洋域の水雷襲撃や水雷艇駆逐といった任務は水雷艇を発展させた駆逐艦によって行われるようになった。19世紀後半には漢方の技術の発達にもかかわらず、 装甲技術も発達していたことためにその効果があまり上がらず、重砲でも大型の装甲艦を撃破することは難しくなっていた。一方、この時期には水雷兵器が発達し、イギリス海軍は1872年にホワイトヘッド式魚雷を採用して、まず当時のフリーゲートに装備した。 ロト戦争中の1878年には、ロシア帝国海軍のマカロフ隊員が指揮する、関西水雷艇が、オスマン帝国海軍の砲艦を襲撃し、イギリスから輸入した、ホワイトヘッド式魚雷によって、これを撃沈したことで、史上初の魚雷による戦火が記録された。大陸ヨーロッパでは、心臓艦艇への搭載も進められており、例えば百七十五年に、 ドイツ帝国海軍の発注によって、テムズ鉄鋼造船所で寄港された採点は、排水量1,152トンで、艦首尾に、それぞれ1問ずつの381ミリメートル、魚雷発射艦を備えており、交渉艦種としては、通報艦とされるものの、実質的には最初期の水雷巡洋艦とされている。また同年には、イタリア海軍も、ピエトロミカを寄港したものの、 所定の速力を発揮できず、失敗であった。また、フランス海軍も1883年より、コンドル級を寄港したほか、ロシア海軍もこれを手本にして1885年に、レーテナーンとイリーンを寄港した。イギリス海軍でも、非武装の通報艦として建造されていた、サプライズ級に来装を追加するとともに、百八十三から十四年度計画では、 これをもとにした水雷巡洋艦としてスカウト級2隻を建造した。また1884から85年度追加計画でアーチャー級6隻、1885から6年度計画でさらに2隻が建造されたほか、1888から89年度計画では高速化したバラクータ級4隻と改良型のバーラム級2隻が建造された。 これらの水雷巡洋艦は基本的に水雷艇の行動が難しい外洋域での魚雷発射プラットフォームとしての任を追っていた。しかし当時の魚雷の性能では目標に数百メートルまで接近する必要があったが巡洋艦ではそのような肉薄攻撃に必要な隠密性や機動力が足りず一方で艦型が小さいために高揚性も決して十分ではなかったため やや中途半端な存在でもあった。このためもあり、バーラム級をさらに発展させて1893年度計画で建造されたピローラス級では、来層を削減する一方で漢方を強化し、通常の防護巡洋艦とされた。一方、水雷艇の普及とともに、それらの襲撃から主力艦を防護する必要が生じたことから、八百八十年代後半からは、 水雷巡洋艦をもとに小型高速化を図った水雷砲艦が登場した。しかしこれは外洋での高揚性が十分でなく、また小型の艦に大出力の機関を搭載するため振動などのトラブルが耐えなかった。一方、敵の水雷艇の攻撃を防ぐには、より大型強力な水雷艇をもってするのが効果的であるという考え方で登場したのが、 水雷艇駆逐艦であり、イギリス海軍が1892年度計画で建造したハボックとデアリングが端緒となった。これらは後に単に駆逐艦と呼ばれるようになったが、当時のいかなる水雷艇よりも大型、強力かつ高速であり、後には水雷巡洋艦と同様に外洋域での水雷襲撃も担当するようになっていった。ありがとうございます。